皆さんポプラさんのことを、ババアだの、ピンクの妖怪だの言って失礼じゃないですか。ポプラさんは僕のお母さん的な人なんですよ。この後ジムの人を含めて、みんな温かい目を向けてくれた。お前の境遇を思うと笑えねえよ。今のあんたももはやピンクの妖怪なんだよ。成長したねビート。なんで悪意ゼロ。え、お母さんって君からしたらおばあちゃんの間違いなんじゃ？この後全能力6段階ダウンした。そういうところだぞ元チャンピオン。お母さんビートくんにふかふかの布団用意してそう。やーい、お前の母ちゃんピンク。かわいそうに。ピンクの素晴らしさがわからないようですね。やーい、お前の私服ピンクじゃなくてマゼンター。ポプラさんがピンクと言ってたから問題なし。断定はできんが、ポプラ夫人と癖のある性格が合うこととピンク色の服が似合う。はジムリーダー試験としては合格ラインと見ていいかな？でも他人に、ポプラ夫人の言うピンクとは何か？投げなかけているので。良質な円滑になる会話と態度もピンクの一部分と見てる。そこらの BBA ネタの中では、ピンクの妖怪ババアとして軽く敬愛されてるのは感じる。笑点の小歌丸師匠と小円楽師匠の、ジジイネタみたいな感じか。能力ダウンは座布団没収だった。ポプラお姉さんのピンクの基準ってなんだろう。自分の気に入ったものか気に入らないものかじゃないかな。とりあえずビート君がドストライクだったんだな。一定の実力はあるし、程よくひねくれてるところがストライクゾーンだったんだと思われる。性格の割に気難しいポケモンを使いこなしてるのが地味にすごいから気に入られるのも納得なんだよなビート。デブリムとか強い感情を持つやつを殴る設定なのにどうやって育てたんだよ。しかも専門タイプ変更して短期間で普通に対応できて強いのすごいと思う。魂の色を見ているのさ。ポプラさんの言うピンクって概念的なものだと思ってるのでそこに当てはまるならピンクと対極にある緑野郎でもピンクになると思う。例のシーンのあたりで、まっすぐだけどひねくれてるみたいな言い方してたと思うんだけどここがピンクの肝なんだと思ってる。普通の優等生だとなんか嫌なんだろう、ポプラバーさんは。タロはピンクだけどピンクじゃないってことか。タロもしたたかなところあるしピンクだよ。オルテガも多分気に入るピンク。オルテガ、ビート、クララ、ピンクの化身だろこいつら。あのままで合わなかったらシャフのままだったのかな。次回の完全新作あたりでちょいと年取ったビートが出てきてムーブが完全ポプラさんになってたら笑う。そうやってピンクは受け継がれていくんだろうな。なんで兄弟主人公のハロントリオはまっすぐすぎて悪がなくてつまんないんだろう。多分、マリーは見た目ひねくれてるように見えてひねくれてないし。ひねくれてる方が面白いっていうのはちょっとわかるポプラさんな俺。人間の幅って良い言葉だな。ビートとかいう人間社会の被害者。ぶっちゃけ未成年犯罪者と保護観察官だよな。ボタンをもだかもそうだけど、ボタンはアカデミーがろくでなしだったから仕方ない。ダブルピンク台風とかいうわけのわからない技。ミブリムを挙げた委員長は、ビートをよく見ていたんだなって。